菅原牧子は、日本のアナウンサー、プロデューサー、日本大学芸術学部放送学科特任教授、岩手県陸前高田市出身、青山学院大学文学部フランス文学科卒業、廃人協会会員、岩手県ふるさと大使、陸前高田市ふるさと大使。1968年4月、TBS にアナウンサー第13期生として入社、35年間、 アナウンサー、番組企画制作者として活躍。歌のない歌謡曲、カン、マキのお昼ですよ、講談社ラジオブックスタ多数に出演。1987年、アノンシスト賞テレショップ番組最優秀賞。1990年、アノンシスト賞放送活動賞。1993年、母と子の朗読コンサートにおける、第19回アノンシスト賞ラジオ番組部門。 最優秀賞を受賞。永年 TBS で朗読勉強会を主催。TBS アナウンサーの読みの技術向上に取り組んできた。スタジオ、ホールでのライブ、朗読コンサートや朗読番組の制作、演出、出演を通して美しい日本語、言葉の魅力の探求を続けている。公演回数20数回にわたる朗読コンサートをプロデュース。 朗読と音楽のコラボレーションによる健全かつ高品質な日本語の普及、浸透を目指している。2003年 TBS を退社し日本大学芸術学部放送学科教授に就任。同時並行して年数回ライブハウスやホールで朗読公演を開催。地方色のあふれる文芸作品を中心に第一線の音楽家、アナウンサー、大学のワコードたちと 言葉と音楽による舞台作りをしている。その後も古巣 TBS ラジオのラジオブックスのプロデューサーを務めてきたが、2009年3月27日の放送をもって終了。また近年では一児同局の女性アナウンサーの人材不足状態が続いたこともあって、朗読コンサートはしばらく行われていない。二千十二年三月で放送学科教授を定年退職。 同年4月から、同学科の特任教授に就任。日本大学芸術学部交友会法2012年春季号、3放送関係7、アナウンサーの活動記録、TBS50 年史資料編東京放送、東京放送、2002年1月、238ページ。1 9 6 8 4 3期生7人、入社。 小島一家松永国久池田園子石井和子、県城三重子高市都市小菅原真紀子、TBS アナウンサーの動き、TBS50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、東京放送、2002年1月、23から24ページ。6 8 4 3期生7人入社、小島一家松永国久池田園子石井和子、 県庁三重子号志都子菅原紀子、ハット ABCDEFGHIJKLM、NOPQRSTUVWXYZ、TBS アナウンサーの動き、TBS50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、東京放送、2002年1月、23から24ページ。菅原蒔子、R、子供音楽コンクール、 今日も明るく健康で、それいけ。歌謡曲、土曜で、ジャンプ、アシスタント、ディスカバー歌謡曲、旅そしてふるさとの歌、歌のない歌謡曲、三越夕べの音楽、アワーミュージック80、サブちゃんの演歌街道まっしぐら、スバルリラックスタイム、ナイターゴールデンスタジアム、近い石すけの口八丁字八丁、日本列島盛り場ヒット情報、ドクマムシサンダユーの土曜ワイド商売繁盛、 日本列島面白ヒット情報、早起きクラブ、青春リターンマッチ、菅原薪子のお昼にしましょう。母と子の朗読コンサート第19回アノンシスト、小ラジオ番組部門最優秀小受賞 TV、東京エコー、新選択9便、JNN ニュースショー、今週のスター後、パンチでショッピングハット ABCDEF、3放送関係7、アナウンサーの活動記録、 TBS50 年史資料編東京放送東京放送2002年1月238ページ菅原紀子 R 歌のない歌謡曲菅原紀子のお昼にしましょう朗読コンサート TV 東京エコー新選択急便 JNN ニュースショーありがとうございます